皆さんおはようございます。大分市の別宝自動車と申します。本日はスズキの軽トラックに、錆止めの依頼がありましたので、ご案内いたします。この方は大分市の坂の市という、海岸に近い、エリアにお住まいの方で、かなり錆が10年くらい経つ車ですけれども、かなり錆が強く出ております。マフラーの部分も、そこの部分にも映しておりますけれども、はい、これを茶色いところがですね、錆が強く出ているところです。これを全般的にそこの方に、水性の錆止め剤を塗布しまして、これ以上ひどくならないように、車の底の部分を錆からガードしております。はい、以上ご案内になります。